エンジン組んでください。エンジン組んでください。やっぱそんなことない。エンジン迷惑かけます。さて11月に入りましたが、日差し自体が非常に強い。この状況下でベストのパフォーマンスを見せることができるでしょうか。おさあ、夢のホットライン復活か。もう一花二花ゴールシーンを見てみたい。佐藤春彦から
近づけばいつでも体はそんな空気になります。レフリー、今のレッドカード出さないのか。剣道ではなく別のカードでした。さあボールの元に行くのは背番号11か非常に短い15分ハーフでの戦いです。レジェンドマッチ、ボールを動かせ、ボールをグラウンド全体使って何やってんだね、これは。松本さんの言葉が辛い。さあ、一転して、ボールの元の、さあ、ドンボンとエボラムシュート。Yeah!
終わりになっています。ここでレッドカード採用。Ha ha ha!
そうじろうとか。ビハインドの白。
それでは少し失礼した後はまたこちらの方に戻っていただきたいと思います。さっき父に言ってたと思います。
がトップトップを作るっていうことも、まあ、当時の現場では重要じゃないですか。でどうしても J リーグプロの世界なんでトップをどう作るかっていうことに焦点を当てすぎてるなってことを思ってるんですよ。まあ多分 99% の人はここまでなんかたどり着けないと思うんですけど、その 99% サッカーに関わったスポーツに関わった人たちが最も近くで一緒にサッカーを楽しんでほしい、これを仲間にしなきゃいけないなのに、なんかその観点が少しセリフもまだ足りないなと思ってるので、先ほどの説明はすごく多くて落ちていたんです。そういう人たちが戻ってくるような取り組みを、まあ、どう作るかと。まあ、もともとサッカーも1992年でしたね、J リーグができる前は、まあ、日本リーグってほとんどサッカーだけだったんですかね。まあ、働きながらプレーヤープレーヤーとしてやっていくと、そこがだん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 地域に根ざして100年構想が広がっていって、サッカーも持つこの裾野が広がっていったところが勝因なんですか、J リーグが少し盛り上がってきた。まあ、まあそうですね、今もう58年あるんで、まあ、小さいところと大きいところとまだまだ変わりますけど、それぞれの地域で、それぞれの地域の人を少しでも幸せにするためにっていうふうに活動をしているので、プレーヤーとのクラブだけではなくて、その周りにサポーターとか市民とかが。